さて、今回からいよいよ東大に入るけど、準備はいい？東大って、そうは言っても大帝国だよね。一体、何年続くんだっけ？途中、武州革命で15年ほど途切れるが、9世紀末に高宗の乱が起こって、ぐっちゃんぐっちゃんな状態になり、朱禅宗が公領を建てて東が滅亡するまで、ざっと300年ほど続くぞ。おお、オスマン帝国も600年のうち、130年間の女人天下の時代しかできなかったけど、いけるの？いつか、オスマンまたやりたいわね。だけど、ちょっと、問題が。何？どうしたの？幻想の治世、楊貴妃、安史の乱、その後くらいまでは、ラブ刺激の存在が確認できるんだけど、それ以降、唐の衰退時期から唐末まで、ネタが見当たらないのよね。ラブ刺激空白地帯に入るかもしれない。ええー、唐末には愛がないの？まあ、確かに末期のぐっちゃんぐっちゃんな状態にはラブ要素の入り込む余裕がないわね。武将が活躍する刺激すら見当たらないわ。そりゃもう、唐末なんて世紀末のモヒカンな方々がジャッカーしてるような時代だからな。宮廷ラブ刺激は難しかろう。マジか。唐末演技すらないのか。あ、でも、過去に北魏末期をやったけど、あの時代も戦秘族ワイルドさんたちがジャッカーしてて、ラブ刺激もなかったわね。皇帝は目まぐるしく変わるし、残酷な事件が多いからね。でも、霊体を起こしとか、やることがぶっ飛んでてかなり面白かったんだけどな。王朝の終わりは、切なくなるけど、滅びの美学というか、ああ、現代でもそういうことあるよねーとか、所要無常が感じられて、私も好きなんだけどね。しかしそれは唐の後の五大十国も同じなんじゃないか？王朝の攻防が繰り返されるぞ。五大は形成の公妃っていうラブ刺激があるんですよ。あと、有名な映画にもなった、舞台劇、王妃の紋章も五大十国が題材になってます。わしも、王妃の紋章は見たことあるけど、憂鬱な話だよなぁ。あれを厳密にラブ刺激と呼べるかどうかは置いといて、とにかく唐の後半が抜けてるんですよ。だから、唐の後半、ラブ刺激空白地帯に入ったらちょっとどうなるか、わかりません。そのまま続くかもしれないし、どこか他の時代へ飛ぶかもしれない。ご了承ください。そうか。今、刺激がなくても、近い将来作られるかもしれない。その間、別の時代を解説するというのもありね。三国志やろうぜ。また、視聴者さんの間で唐末でも、こんな刺激があるよう、という情報がありましたら、ぜひお知らせください。本チャンネルはとりあえず、中国ドラマ、映画などを時代ごとに歴史的背景を解説して総覧しようという個人的野望のもとに作られています。よろしくお願いします。三国志。ラブ刺激あるある。映像化しにくい時代がある。さて、前回中国がまた群雄割拠の時代に戻り、各地に国が建てられ、煬帝が部下の烏文化及に殺されて、隋が滅びたんだったわね。唐の初代皇帝、高祖、李淵もまた挙兵して、長安を占拠した。煬帝の孫、楊柳を傀儡に立てて、自らはその上昇に収まった。煬帝が殺害されると、朝廷は李淵に帝位を禅譲して、唐が建国された。楊柳は後に李世民によって殺害されている。おなじみの廃帝コースね。唐李氏は五胡十六国の漢人系の国家である、西凉の王族、老勢李氏の子孫だと主張している。その老勢李氏は、秦の名将、李信を祖としている名族ね。李信というとあれか。そう、あれですね。何よ。あれって。漫画、キングダムの主役の秦よ。そうなの？キングダムの主人公、あれ、唐王朝の先祖なの？そういえばお前たちは、キングダムの聖火化身萌えとか言わないな。最近はそういう学生も増えてて、わしの同僚者連中は困るやら助かるやらしてるそうだが。何言ってるんですか？大抵、キングダムといえば王朝に決まってるじゃないですか。さ、最でっか。相変わらず濃いわねー、この子は。
私は普通に深海のノマカプでいいわ。また、東大では道教が国家ぐるみで信仰された。唐の皇室は理性だったから、同じ理だった老子を自分たちの祖先だとして崇めた。大宋理性民は朕の先祖は老子であると、消極まで出している。え、それほんと？理さんいっぱいいると思うんだけど。同姓だから自分の祖先だと言い張るのは中国ではよくあることだ。唐王朝の異民族の血統を隠すのに好都合だったという見方もあるな。実際は、西洋の王族とも全く関係ない、先駆系ダイヤ部の出身だ。何しろ先祖である李胡は、元は雅伐学の腹心で、武軍隊に従い皇武帝を長安へ迎え入れた武先鎮軍閥の一員だった。バリバリの官僚貴族だな。やっぱりワイルドさんなのか。キングダムも老子も関係なかった。李淵の母はどっこし、正妻は郷土系、李世民の皇后は長孫氏と、これまた古族の色彩の強い一族だ。多分一号が調べてあるだろ。というわけで一号、高級チェック頼む。おお、高級チェック来た。はいはい、もちろん調べてあります。お前らほんと、誰と誰が結婚したとか、人んちの族の好きだな。ワイドショーの熱愛発覚不倫暴露ネタのようだ。え？だって、ドラマチックじゃないですか。ま、確かにな。王朝の民族的特性を把握するには、実際こうした皇室の婚姻関係を洗い直すのが有効だよ。李淵は北州の東国公、李平の息子だわね。老勢李氏は北州の八中国の家系で、かつて北魏においては皇后を出す資格のある家柄の一つとして重んじられた北朝の名門だった。ついでもどっこ皇后が李淵の母方の叔母にあたるため、文帝の信任を得て常に高い地位にある。知ってる。どっこからで見た、李淵のお母さんはあのどっこバンタなのよね。李淵は皇帝になった時すでに50代で、残念ながら息子の即位を見ることなくバンタは亡くなっている。では、その李淵の後宮を見てみよう。まずは大国唐皇后。彼女は郷土のリーダーで北州の常駐国だった陶器と、右軍隊を父に持つ常陽朝皇主の娘ね。つまり右軍隊の孫娘にあたる。彼女によって、唐の終わりまで北州右軍氏の血が継がれることになるわ。おお、文帝によって殺し尽くされてたと思ってたけど、こんなところで右軍氏が生き残っていたのね。大木唐皇后は列女伝などを読み、一回読むと忘れなかった。列女伝。右軍隊の娘には熱狂的儒学ファンが多いよね。前にもそんなことなかった？北州の背定の皇后が右軍隊の娘で、やっぱりそんな感じで、夫と正義に準じて死んでるわね。右軍隊自身も皇武帝の不倫が許せなかったらしいし、家族みんなで列女伝読んでたのかもね。列女伝はわしも資料として読むことがあるが、あまりに現代の感性とはかけ離れていて驚かされるぞ。それに、正直言ってどの女性の話も大同小異で、大して個性的じゃない。なんなら今度演習のテキストにしてもいいが、読んでみるか？それは、書き下すのは難しいですか？まあ、彼女らが何を思ってそういう行動に出たのか、確かに知っとくといいかもしれませんね。大木唐皇后は北州の宮中で養育され、書も上手で賢かったので、叔父の武帝、右軍陽に特に可愛がられた。武帝に？こんなところで右軍陽が再登場するの？突厥の足なしが武帝の皇后となったが、右軍陽は寵愛しなかった。そんな時も唐氏は感情を抑えて足な皇后に優しくするよう武帝をいさめた。足な皇后かわいそう。北西へと継ぐ話を蹴って、せっかく北州の方に嫁いできたのに。あれ？私、この女の子、ドラマで見たことあるような気がする。そうだ。蘭陵王に武帝が面倒見てる、病弱な小さい女の子がいなかった？武帝のことをコウマちゃんとか呼んでる子。ヒロインが病気を治すよう、武帝から頼まれるという話があったよね。あったわね。武帝の娘かなと思って見てたけど、お母さんも出てこなくて不自然なのよね。確かにこういうエピソードが史実にあるんだから、後の大木唐皇后である可能性が高いわね。芦名皇后にも懐いてたし。そうなんだ。こんなとこで繋がっていたのか。へえ。
でも、武帝は名を可愛がるより、もっと自分の息子に愛情を注いだ方が良かったのでは。まあ、よその子の方が可愛い。自分の息子だから憎らしいってのもあるんだろ。武帝が亡くなると、実父を失ったかのように悲しんだ。文帝が帝位を三奪し、隋代になりう分子ジェノサイドが始まると、私が男子でないのが恨めしい。おじ上の家の災いを救えないとは、と嘆いた。そんなことを言うと自分たち一族まで滅ぼされると、両親は娘の口を塞いだ。要件こええー。でも、この子は男子じゃなくてよかったんじゃない？そうね。ウ分子の血統が残ったのは彼女のおかげだものね。陶器はいつも、この娘は才能も要望もこの通りであり、乱りに人に嫁がせてはいけない。賢い夫を求めるべきだと常陽教皇主に言っていた。ははははは、お父さんの欲目すごい。門の塀の間に庭のクジャクを描き、求婚者に日本の矢を射させて、目に当てることができた者に彼女を嫁がせると約束した。いる者は数十を数えたが、皆当てられなかった。李縁が最後にいたところ、見事当てたので、李縁に嫁ぐことになった。李縁の母、ドッコバンタは老いて病気になったが、性格が気難しくて、みんな恐れて介護しようとしなかった。そんな中で、当氏だけが一人つつましく義母の世話をして、自分の着替えもせずに付き添った。おお、さすがウ分隊の孫娘、列女伝愛読者の、ガチ儒学クラスタだわー。てか、ドッコバンタは、やっぱり、そういう困った性格なんだ？そうね。あの難儀な性格は一応司書の裏付けがあったのね。びっくりだわ。当氏は隋の滅亡も、李縁の即位も見ることなく45歳で亡くなった。そうなの？じゃあ、皇后になったのは。ドッコバンタと同じく、皇后の位を追贈されたのね。李縁は帝位につくと、当氏に皇后の位を追贈して、新たに皇后を立てることはなかった。当期は郷土の日野党集団のリーダーで、強大な軍事力を持っていた。そのことが、李縁が長安を抑えて東京を建てる上で役に立ったと言われている。李縁の皇后なんか全く知らなかったけど、武帝やドッコバンタと意外なつながりがあって面白いわね。次に、ウ分将棋。え、ウ分子？そうね。でもこのウ分子は、楊堅、楊大の腹心ウ分術の娘なのよ。ああ、そっち？ああ、でも、なんか、複雑な立場だわね。兄弟が兄弟殺してるじゃない。そうなんだけど、ウ分将棋は李縁に寵愛され、皇后に立つことを望まれたが固辞した。ウ分子への寵愛は二人の息子である十一男李玄華にも及び、とりわけ愛された。他にもたくさん妃がいるけど、特に変わったところはないわね。やっぱり、登校ともなると、妃も多いわねー。こうしてみると、要件は異常な少なさだったことがわかるわ。よっぽど嫁さんが怖かったんだろ。次に、李縁の子供たちを紹介していくわね。大木党皇后は大宗李世民を含む4人の男子と1人の女子に恵まれている。まず、三男の李玄華ね。あ、この人も、追悼演技に出てたね。勉強できないアホの子なんだけど、ものすごく力持ちで、マラカスをぶん回して悪役のウ分生徒と一騎打ちしてた。マラカス。李玄華が使っていたのは、古代中国の水、という武器ね。小説では李玄華は李玄華と改名され、重さ800斤の水一対を振るう猛将として描かれる。隋唐十八公館という小説の人気投票のようなものがあって、その第一位になっている。確かにインパクト強かったわ。あれはあー、インド映画のバーフバリで、悪役の王様が似たようなの振り回しとったな。でも、ドラマでもそうだったけど、16歳で若くして亡くなっている。李玄華の他にも戦国の英雄と呼べる人物はまだいるわよ。平陽昇降主がそうだわね。うん、お姫様じゃん。降主は父李縁が大元で騎兵した時、家財を投じて兵を募り、数百人の兵を得て父の騎兵に降した。おお。そして戦って周囲を平定していった。皇主は軍旗を守らせて略奪を禁じたので皇主につく者が多く、兵は7万に及んだという、平陽昇降主の軍は上司軍と呼ばれた。つまり、彼女は軍を率いた女将軍ね。
かっこいいわね。ゲームキャラで出てきそう。多分なってるし、西洋昇降酒は稼働フィグアまで発売しているぞ。夫は妖艶格24更新の最小だわね。二人の男子に恵まれている。おーおお、夫も武将なのか。しかし、公主はチチリエンより先に亡くなっている。その葬儀は軍人の霊をもって取り行われた。夫人の葬儀に湖水の霊など聞いたことがないと、反対されたが、リエンは聞き入れず。湖水は軍学である。公主の身で金庫を取り、軍命に参じた者が昔にいたか、湖水を用いるにふさわしいではないかと葬儀を遂行した。中国史上、初めて軍人の霊をもって葬儀がなされた公主、女性として知られている。そして長男、李建成ね。李渊の即位に伴い皇太子として建てられた。でも、廃太子でもなく引退子ってことは、どういうことなのよ。ダークプリンスだな。弟の李世民の先行が目覚ましく、李建成は太子位を奪われることを恐れて、王兄や議長らを任用して暴死とした。お父さんの高級の貴賓と結んで、たびたび李世民を父に布告し、陥れようとした。弟の李元吉と共に挙兵し、李渊に対してたびたびクーデターを起こそうとしている。あらら。とか、まあ、いろいろ悪く書かれてるけど、本当のところはわからないわね。なぜなら、太子李建成は宮廷へ参拝する途中、玄武門で李世民に殺害されるから。ああ、玄武門の変化。でも、李世民が出てくるドラマ見てても、過去、こういうことがあったんですよと伝え聞くだけで、その場面はあまり出てこないのよね。兄弟殺しの悪行は大宋最大の汚点だからな。実はその反動として、生涯必死に名君を演じたんじゃないかと言われるほどだぞ。そうですね。随党演技でも、随打党で集まった新法宿をはじめとする英雄たちは李世民に基準し、あなたのような立派な君主に仕えることができてよかったと言い、党の将軍職に収まります。随党演技って、そういうオチなのか。でも、儒教的道徳から見れば玄武門の変は、完全にアウトなはずです。そういえばそうね。玄武門の変によって、太子李建成と弟の李元吉は殺害され、太子の家の5人の男子も連座で処刑された。李渊は直ちに引退を迫られ、李世民に上位して退場校となった。その後、李渊は隠居して静かに暮らし、71歳で亡くなった。ええー、李世民、おいを5人も殺してるの？しかもお父さん脅されてない？怖。李建成は隠と送りなされたので、廃太子ではなくて隠太子と言われる。当然、司書では大宋を悪く書けないから、太子は殺害されて当然のことをしたように書かれることになる。弟の李元吉も太子と共謀して李世民を追い落とそうとしたため、一緒に、玄武門の変で殺害されている。李元吉を討ち取ったのが、党の妖艶閣24更新の一人ウッチ慶徳ね。長孫無忌と共に玄武門の変を起こすよう決断を迫ったと言われる。ああ、聞いたことある。随党演技にも出てたわその人。随党演技ドラマ版では随を倒した、やったー、で終わるけど、あの後、そんなことになっちゃうの？しかも、なんかやっぱり不穏な赤い線が見えるんですけど。ああ、詳しいことはわからないけど、李世民。殺害した弟の妃とレビレート婚しちゃってるわね。しかも子供もできてる。うわぁ。これじゃまるで、容態と変わんないじゃん。そうなのよねー。実は李世民のやったことは容態と差して変わらない、と今では言われてるわね。というわけで、大宋李世民が即位して、二代目の東皇帝になった。はい、先生、質問があります。なんでしょう？二号。先生って、わしじゃないのか？あ、大抵でもいいんですけど、つまらない質問だからな。なんで、党の皇帝は今までみたいになんとか帝じゃなくって、なんとかそうなんですか？なんとか帝って、ひょっとして今までの皇帝でネタが尽きた？ほほう、素朴だがいい質問だ。ちゃんと調べました。おお。まず、皇祖李渊は、大部皇帝です。おお、じゃあ、大部帝ね。大部帝と間違いそうだけど。その後、新陽皇帝と改められました。じゃあ、新陽帝かな？受験生ちょっと書きにくいけど。その後さらに、新陽大成皇帝になりました。
その後さらに、新陽大聖大高校皇帝になり、もういい、高祖でいい。ちなみに、大宗は、文武大聖大高校皇帝です。いや、それも大宗でいいってば、ややこしすぎる。やれやれ、答えを言うとするか。皇帝に対する呼称には死後と病号があるんだ。より古くから一般的だったのが死後で、王や皇帝の死後にその業績にちなんで付けられる。真の武王、とかがそうだな。始皇帝はこういう皇帝の評価をけしからんと言って、皇帝号の開始とともに始皇帝、二世皇帝とするように改めたが、この制度は前漢には継承されなかった。へえ、そうなんだ。そのままだったらどの王朝も始皇帝、二世皇帝、三世皇帝で、覚えるの楽だったのに。だが東大になって、さっき一号も説明した通り、四号の字面が追加されていくようになった。これでは面倒だということなのか、変わって一般化していったのが廟号による表記だ。廟とは御霊や、死後に皇帝を祀る施設だが、そこでは個々人の功績ではなく、第一代からの関係で大祖、大宗などと名付けられる。当位語についてはこれに基づいて、当高祖離縁、総大祖長居縁とか呼んでいるわけだな。あ、確かにそうだった。そうか、それで社畜の養生艇にも、世宗って呼び方があるんですね。いい加減に社畜はやめえ。しかし、その通りだ。そして明代以降には一世一元といって、一人の皇帝在位中の年号は一つだけになるから、これに基づき皇武帝とか乾隆帝とか呼ぶ方が一般化した。注意すべきこととして、死号も病号もなくなったわけではないから、現代日本で通用する呼び名と、史料上での表記は必ずしも一致してないぞ。そうだったんだ。調べたけどそこまでわかりませんでした。先生さすが、知らなかった。すごい、潜水。バカタレ、ちゃんと調べたんじゃなかったのか。まったく、お前らの名前も1号2号だけなら簡単なのに。いや、大抵、私たちの名前は覚えてくださいよ。そうですよ。バカ男子たちの名前は言えるのに、なんで私たちは未だに1号2号なんですか。それはだな。ではまた次回。